はい、なんとですね、このカタコンが8周年を迎えてしまったということで、まあ、Wii をつけるの自体すごい久しぶりなのわかると思うんですけど、こう、なんか周りの環境も変わってね、ふとしてみるとこれ8周年っていう、ちょっとこのまま何の練習もなしに、タタコンでもプレイできるのかっていう検証を兼ねて、8周年をお祝いする、プレイ動画を、ラフプレイを撮ろうかと思います。多分ね、でも反応すると思う。今座ってやってるんですけど、高さ的に分かるかと思うんで、座ってやってるんでね。でも意外とちょっとだけ高さ高いからやりづらいけど、まあ意外といけそうです。麦がちょっとこう変わってくるのと判定にやっぱ悩まされる以外は全然理想的なプレイができてる気がする。反応いいしね、結局。おお、はい、こんな感じで、じゃあちょっとバチを変えてこれ使います。さあ何やろうか。っていうかね、そのずれるのなんとかしたいんだよな。あと向きが欲しい。向きじゃない、角度が欲しい。これで、あ、そっか、あ、近くなりすぎんな、したらこんな感じで、はい、多分あんま変わんねえな。残酷な天使の程度とかやる未プレイやろこれ。いきましょう。でこれで多分若干叩きやすくなるのと、ロールももっとエッジが効いて入るようになるんじゃないでしょうか。はい、おお、すげえ、15分いった。
心なしかこのカタコンのことをさすがに気遣ってちょっと叩き方が控えめになっちゃうっていう、この感じ伝わりますか。はい、いいですね。なんかこうちゃんと整えてったらロールも以前と全く変わんないくらい入るようになり、そうだし、そもそも CS 自体に慣れてしまえばまた何回かやってったら慣れると思うんで、そしたらもう昔かそれ以上のね、全量とかできるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ最後にこれをやって終わりにしようかと思います。これね、全量してんだよね。よくこれやったな。めっちゃ時間かかった記憶がある。もしかすると等速だったら間違えちゃうかもしれないくらいぐっちゃぐちゃだった気がするね。HDMI に繋いでるから遅延が違うんだ昔と。ここの「うん」がめっちゃあの。ゼロの声に似てるって言ってみんなで笑ってた。はい、あ、楽しいな。じゃあこんな感じでカタコン8周年おめでとうございます。で、ありがとうございます。これだけ年数が経ってあれだけ叩きまくってね、これ賞味何万コンボとか下手したら何十万コンボとかいくんじゃないかな。過去のその CS の全量を取るまでを全部総合したらそれぐらいいくんじゃないかってぐらい数取ってるんで、本当にどうもありがとうございます。はい、ということでもしかしたらこう家庭用の動画も復活するかもということです。はい、ご視聴ありがとうございました。